まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくれ。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。アドバイスを一人で。さすがはジョーカーだ。スカルがこうはいかないね。何が本気じゃのか。敵が集まってくる。やっちゃえ、ジョーカー。や続いて、この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに、財務省の吉川事務次官、ご存知の通り、国会答弁中に突如豹変し、公文書の改ざんを告白しました。次に、札幌中央市議会議員3名、本会議中に自ら汚職を告白して辞職。次、有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き、芥山賞を辞退。自らの作品を駄作だと号泣発表。出版を拒否。続いて民放の看板キャスター。生放送中に出演者に愛を告白。振られる。そして最後。
警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか。誰かが人の心を操作してるとでも。先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答団。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、鏑木管理官。先ほどご意見が出たように当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、うん、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばならん。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。困るんだからな。お、着いたみたいだぜ。なあなあ、驚いたか？会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっさー！外は暑くなってさ。マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前が届けなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前らニクニクとしてくれるじゃねえか。
久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。そうだな、数ヶ月前のはずが、ずいぶん経ったような気がしやがる。積もる話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし、じゃあ全員アジトに集合。騒がしいのが帰ってきやがった。笑いどころじゃねえよ。リュウジは期待裏切らねえな。この間の期末も赤点3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。危うく補習で来らんなくなるとこだったわ。カット。私1個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お。生徒会長の鉄拳制裁来る？もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか？ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか？そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は学校はどう？余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は地元でうまくやれてんのか？奇遇だな、私もだ。まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それにみんなは高3でしょ？卒業とか進路のことだって。言わないで！分かってるから！今だけは忘れさせて！相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が俺を呼んでいる。芸術系なら私はパス。あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。どうよ。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再開祝いの第1弾は？
全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お？なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで、聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。リュウジの1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。私はエマ、あなたをサポートするコンシェルジュです。お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、アイすげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろ。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだが。おう、却下で。すみませんマスター、カレーまでご馳走になっちゃって。気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それにまたこいつが世話になるからな。よろしく頼むわ。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか、久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ校前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。
このベッドの感触懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな。ここはキャンプは明後日からか。楽しい夏休みになりそうだぜ。そうだな。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラヴェンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえ、それ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ。早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジ。って俺もどこかはと、アプリに聞きゃわかんだよな。エマ。はい、お呼びですか。
あれだあれ、昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。アリス最高。なんだ騒がしいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ、んだサジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、様々な分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。お、やっぱお前も興味ある？ついでだしちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。なになに、何やってんの？なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん、ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国、なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな？ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。わ、君眼鏡似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやー、よかったぜ生アリス、やっぱ超可愛かったわ。な、芸能人マジパネ。我が輩は安堵の一筋だからな、興味ないぜ。へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。あーってるって。そういやお前カードもらえてたよな、あれって何だったんだ？にゃっリュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド、ただの宣伝用カードみたいだが、小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね、だとさ。エマの友達キーワード、昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。
ーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好、お前もだ、見てみろよ。わマジか。ええ、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい！どうなってんだよ！考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよ、お前ら。久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ、切り込み隊長なめんなよ。その息だ、スカル。我が輩たちもやるぞ。ハッ、盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。ジョーカー、お前の力見せてやれ。ペルソナ来い。いただいていく。いいぞジョーカー、このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。行くぞ、食らえ。チャンスだ。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし。何なんだよここ。この感覚、ここはまさか。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。やるじゃねえかジョーカー、敵がいるんだぞ。メークが回る。スカル、シャキッとしろ。チャンスだ。終わりだ。行くぞ。さや、今だ。よし、片付いたな。俺らに喧嘩売るとか100万年早いんだよ。ジョーカー、スカル、気をつけろ。はあ、また増えやがった。これじゃキリがないな。ここは撤退だ。
逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。つうかマジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。賊を捕まえたのですが、願いが奪えず、そのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君、ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカー。君、ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろ、てめえ。ギャーギャー、うるさいの。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。おい、お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしゅ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー？だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。
こだここ。お前は誰だ？怪盗。怪盗か。私はソフィア。人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだ、ジョーカー。我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。はあ？私はソフィア。人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない。記憶が消えてる。消えてるって。お前二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。箱の中から出てきたなんて。手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。ピキーも感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。わあ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人。人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口。地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、脱出の手がかりになるかもしれない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからねえように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊。排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ。気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれ、ジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいな、お前。どうする、ジョーカー。オーケー、よろしくな、ジョーカー。それと、猫と、骸骨？誰が骸骨だ、こら！骸骨ってか、ただのヤンキーだけどな。てか、我が輩この姿は猫じゃねえし。
お前まで乗るんじゃねえよ。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんの？よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。ソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもりって、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。ああ、その格好だけじゃねえ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの箱みたいなやつさ。あれは武器だ、戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。何か回復できるものを持ってないか。シャドウはいない、進もう。発見、開けてみよう。ジョーカー、中身は何だ。
気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。チェが多い。気をつけろ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない。あれの使い方忘れてないよな。撃ち抜く。敵ダウン。いいぞ。銃をうまく使ってみよう。チャンス、やってやろうぜ。この辺りジャンプすれば届きそうじゃないか。待て、敵だ。気づかれてはいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。階段の方行ってみようぜ。あそこからぶら下がってるものを見ろ。うまく使えないか、ジョーカー。敵がいい感じに集まってるな。ぶちかましてやれ。やるじゃねえか。よし、残りの敵も片付けんぞ。また一つ技を学んでしまった。まだ油断すんなよ。あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。特にシャドウはいないな。見つけたぞ。しつこい奴らだ。迎え撃つぞ、ジョーカー。チャンスだ。仮面に封じ込め、
新しいペルソナを得たんだ。へえ、面白いな。ジョーカー、さっきのペルソナの力試してみようぜ。来い、ピクシー、喰らえ。ここだ。ペルソナ、いただいていく。うわぁ、かっこいい。今はあのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。終わりだ、行くぞ。終わりだ。はっ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 、もらった、チャンスだ。よし、ますます強くなっちまったぜ。息切れしてないか。体力はこまめに回復しておこうぜ。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ、さっさとここからおさらばしようぜ。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待って、どうしたソフィア、何か見つけたか。感じる、あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとって、お前、出口はこっちだ、ついてこい。おい待て、ソフィア、どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つうか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる。ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。今はソフィアの話を信じるしかないか。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？ったく、しょうがねえな。うわ、何する。こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。現実だよな。ああ、
戻ってこられたみたいだな。ジェイルから帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル、それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな。いるなら出てこいって。びっくりした。こんな人混みででかい声出すな。呼んだか？今の声、ソフィアか？どっから聞こえた？ここだ、ここ。ジョーカーのスマホ。だっこの白いの。よっ。おお、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というか、お前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ、猫の姿をしてる。モナ？お前が？タヌキじゃなかったのか。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。 AI？ AI って、あの賢いやつか？双葉が言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。聞かれなかったから。光の中に投げ出されて、ジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いって、モルガナかよ。 AI だから、このスマホの中にデータとして移動してきたってところか。要は、そこに住んでるってことかよ。狭いが、必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。そうしたいところだが、むやみに動いてもまた捕まるだけだ。パレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今とんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。そうだな、ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。これからどうすれば。助かる。まあ、みんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか？いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。面白そうだな。なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっと、すげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。な、こいつも言ってんだろ。分かったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今は一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞ、ソフィア。よ、怪盗団。え？なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。
この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に愛しさと心強さを感じる。え、そこ？つうわけでこいつがソフィアだ。よろしくな。すげー、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠。よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉。まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそう。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、アン、ユースケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。ああ、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で、敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナでこいつが。なるほど、覚えた。その本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ？思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすが、こんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか？初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。ああ、気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか？でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それはエマ？ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってやばいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。
それに私、まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな。な、こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。え、何、どうしたの？京都旅行の野望はどうなる？それに俺の肉は？肉ってキャンプのこと？残念だけど延期だね。己不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。ふむふむ、なるほど。なぬ？マジか。いやでもこっちはすげー、そういうことか。どうなんだ双葉、ソフィアのコードってやつは？あー、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか？なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ双葉。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか？作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。うん、とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。うむ、任せておきたまえ。では諸君、サラダバー。サラダバー。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。ああ、そうだな。お呼び越しじゃ怪盗の名が廃るぜ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか？お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうか。って、謎の AI に言われたくねえよ。大体 AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが
役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？あ、いや、そうだな。人の心が分かるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学べばいい。その代わり、怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり、取引ってやつだな。そうか。なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいなら、だけどな。ありがとう、リーダーボスお頭。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ、二人とも。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこーい。情報も少ないし、慎重に行きましょう。今回はまず偵察ね。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生。うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから。てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはり。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。街の景色を見てみろ。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ？それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか？ AI 少女、ガチの実体化きた！あ、すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか？
それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ？ここのシャドウたちが言ってた、願いを奪えとか、キングに献上するとか、人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん、どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする？どのみち危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。けどよ、実際どうする？また偶然イベントにでも出くわさなきゃ、芸能人なんてそうそう会えねえだろう。まあそういう話は外でだな。じゃあ一度ここから出よう。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾掴んでこいよ。おお、案外やる気満々。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は
被害に遭った連中のことを調べようぜ。行くぞ。マジかよ。そう、やった。興味深い。
みんなどう？被害者のこと何か分かったかしら？ああ、見覚えのあるやつが何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。となるとやはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだったということか。けどそいつら様子が変つうか妙な感じでよ。妙な感じ？全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。借金してアリスんとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。うん、確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、なんか異常だね。ジェイルで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。被害者の情報集めは終わったみたいだな。次はアリス本人の調査か。だな、今日はここまでってことで。また明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。おう、出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ？ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット…まあこの姿じゃ仕方ねえが、お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか？そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。あ、来るみたいだぞ。アリスさん入られます。やっぱ超可愛い。CM 開けます。5秒前4 3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ？おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ？とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。
知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。様々なジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？私、実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。自分を変えたいって思いながらなかなか変えることができなくて、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時、まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを、私のように引っ込み思案だった人に届けたい、誰かの光になりたい、それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど、最近は彼氏の噂なんかも。どうしたんだろう、急に黙っちゃって。何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、君のことが好きだ。付き合ってくれ。ちょっと何言ってるんですか？こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。急にそう言われても。また冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと私はどうなるのよ。聞いた今の、あの二人って婚約してたんだよね。てかこれヤバ、放送事故じゃない？ CM 入って、お願いだアリスちゃん。いい加減にして。何なのよもう。何が起きてるの？あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。ねえ、あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。うん、でもあんなことする理由もわかんないし。確かにあれはまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない？願いを主に捧げるとアリスに操られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドノだぜ。つまりアリスは、やっぱそうなのかな。アリス言ってたよね、誰かの光になりたかったって。私と同じ夢。前に雑誌でアリスの記事を見て、私ちょっと共感してたんだ。だから社長に頼んで生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。アンドの、面白かった。今の声アリス。隠れよ。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから声を。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。それより見た？あの女の顔。ありえないって顔してた。自分が勝ち組だと思い込んでる人ほどああいう時にいい表情するんだよね。アリスさん、もうこんなことやめませんか？
はあ？何言ってるの？私むしろ被害者じゃない。何をやめろっていうの？理由も方法も分かりませんが、あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。へえ、また痛い目に遭いたいんだ。許して。あ、ごめん、偶然踏んじゃった。さっきのだってただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。味方するのがあなたの仕事じゃない？それとも元真似みたいに壊れちゃう？部屋から出られなくなっちゃう？まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。やめて。だったら傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。土下座しながら鼻水垂らして、また動画撮っとくし。ほら、早くしてよ。早く早く出ないとこれ止まんないよ。おい、あれは軽く踏んでる感じじゃねえぞ。このままじゃあいつ。やめなよ。君たちは。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの、嘘だったわけ？やだな、ちょっとふざけてただけだよ。そうだよね。はい。じゃあ先に行ってて。あ、ちょっと。あなたってもしかして高牧杏さん？私のこと知ってるの？うん、モデルには詳しいんだ。ファッション誌全部チェックしてるから。私ね、あなたのこと大好きだったのね。私と友達にならない？エマはもちろん知ってるよね。私の友達キーワードは。お断りします。あんなひどいことする人、私は絶対認めない。傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない？ああ振られちゃった。あれ、そういえば君って確か前705にいた。もういい、帰ろ。ああ残念。あれ、でも彼にはカードを渡したはずなのに、どうして私に従わないんだろうっていう感じで。ごめん、頭にきて帰ってきちゃった。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して友達になろうと言った。つまり奴はエマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。エマで人をジェイルに入れて願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。なもん、カモシだと同じじゃね。そうかもしれない。あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ、奴はもはや普通じゃない。放っておけば被害者が増えるだけだ。もう街でも目立つレベルでいたな。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める？ジェイルにお宝はあるのか？問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが。お宝ってなんだ？パレスを発生させている欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら？アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言う
それらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。質問、なぜアリスを改心させる必要がある？なぜって、困ってる人たちがいるから。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。仕方ないってお前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ？わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ？お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。それが我が輩たち怪盗団の信条だ。だな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。心を盗む怪盗よ。うん、だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団。そうか、心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。私にも心がわかれば、そうなればもっと良き友人になれる。ソフィア、わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか。心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい、人の心が、怪盗団のことが。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。お、懐かしのイベント。色で行くか。てか犬かよ。犬は白で猫は黒なイメージだな。なんで我が輩を見る？あまりにありふれた名前だとコードネームの意味がないかもしれないわね。モナちゃんと同じ感じはどう？異世界で出会ったのも一緒だし、例えばソフィーとか。あんま変わってねえし。気に入った。気に入っちゃった。私はソフィーがいい。じゃあこの世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。合点承知だ。なんかお前最初に比べると人間っぽくなってね。ネットで日々学習中だからな。もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるなよ。んじゃ、やるからには派手に行こうぜ。ええ、苦しんでる人を助けたい。それが怪盗になった理由だったものね。それで私も助けてもらった。やられたのは赤の他人だが、見捨てたのでは怪盗の名折れだ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも。私は怪盗団についてくぞ。よし、怪盗団本格再始動だ。そうと決まればまずは準備だ。備えあれば憂いなし。武器や物資が必要になるな。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。うちらも用意しとくから、準備できたら集合かけてね。おい、
ら。ようこそベルベットルームへ。運命の歯車は回り始めた。あなたの、そしてあなたに迫る厄災の。今は小さな種に過ぎず、まだその力を推し量ることはできませんが、あなたの持つ無限の可能性を育むことがその脅威に抗う力となるでしょう。では我が主の代行として、私があなたの旅路を見届けさせていただきます。こちらこそ。ご存知の通り、あなたはワイルドの素養により複数のペルソナを扱うことができる。古き人格を捨て新たな人格を生み出すペルソナの処刑、いわば合体。これらを駆使することが邪悪な意志を持つ者たちを打ち破る鍵。今は主が不在のため、私専用の処刑器具で合体を執り行います。かつてあなたが宿したペルソナの力を引き継ぐことはできません。ですが旅路での新たな出会いがあなたの可能性を引き出してくれるはず。いずれわかります。再び運命の囚われとなったトリックスターよ、運命の鎖を解き放ち、人々の心、願いを取り戻してください。それがきっといずれ来る混沌を退ける希望へとつながることでしょう。その歪みなき決意がある限り、私も協力を惜しみませんので。では早速ペルソナの合体を行ってみましょう。2体のペルソナを合体させ、新たな力を得るのです。生み出すペルソナを選んでください。新たな力が得られるようです。継承するスキルをお選びください。このペルソナでよろしいです。では始めましょう。新たな力が得られましたね。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろしいです。よし。ご覧になりますか？登録するのですね。登録するのですか？現在の状態を上書きしました。新たな力が必要な時はいつでもここを訪ねてください。私はあなたのそばにいます。
それではまた。なんだよ。マジかよ。戻るぞ。かわいいよね。ミリタリー屋は臨時休業。武見委員は夏休み。武器とか薬買えねえじゃん。タイミング悪すぎだろ。困ったわね。無防備で異世界に入るわけにはいかないし、別の店探すしかないな。でもそう都合よくあるかな。どうした、困ってるのか。なんか役に立てる気配。私でよければ相談に乗るぞ。もう聞いてくれソフィア。あのね、ジェイルの中でも使える道具を探してるんだけど。あいにく武器と薬の調達先が休業中だ。このままだと異世界潜入に支障がある。近くにいいお店ないかしら。ネットで頼むのはどうだ。それもありだけど、届くまでのラグが厳しいな。それにお医者さんが扱うような効果の高い薬は手に入らないわ。問題ない、ネットは広い。リュウジ、何か欲しいものあるか。あ、欲しいもん。そう、何でもいいぞ。んじゃあ金の延べ棒。あのね、小学生か。だよ、冗談じゃねえか。つかいきなり言われたからよ。オッケー、注文した。ちょっと待って。あ、注文。ちょ、バイク便です。はやっ、ていうか金の延べ棒。早く開けたらどうだ。リュウジ、お前が注文したんだ。行け。お、俺かよ。何の覚悟だよ。くそ、またどうせおもちゃかなんかだろう。シャレじゃ済まねえぞ。あばばあばば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 ば。俺の目はごまかせん。間違いなく金だな。ありえない、ありえないんですけど。わあ、これでカフェが開けるね。夢みたい。早く交番に届けないと。いや、でもこれは習得物なの、それとも事件。おおおお、落ち着け。ある、まこと。どうだ、役に立てたか。ネットで早く届けてくれる業者を見つけた。これなら時間もかからない。ネットで金買いって、闇ウェブにでもアクセスしたのか。正解だ双葉。大丈夫、法律は破ってない。支払いは仮想通貨でしておいた。後で振り込みよろしく。よろしくじゃねえよ。これっていくら。多分うん百万。キャンセル。何か言ったか。キャンセルだ、こんなもん。毎度、一人に来ました。ご利用ありがとうした。なんとか持って帰ってもらえたけど、寿命が縮まったね。もうリュウジが変なこと言うから。いや、まさか本物来るとか思わねえだろ。口は災いの元というが、俺も気をつけよう。だがこいつは使えるんじゃないか。この速さで届くなら十分だ。ソフィアにいろいろ見つけてもらおうぜ。それでいいか。オーケー、
じゃあ何でも買えるように手配する。ソフィアショップオープンだ。いろいろあったけど結果はオーライかな。ああ、これで準備できそうだ。ジェイルの中で何が起きるかわからねえ。しっかり備えていこうぜ。さてと、